アレクサンドル・クテポフ、アレクサンドル・パブロビッチ・クテポフは、ロシア帝国の軍人、不評代償。ロシア内戦時代は、ピョートル・ブラー・アンゲリ指揮下のロシア軍で戦い、フランス亡命時代は、ブラー・アンゲリの後を継ぎ、白軍組織、ロシア全軍連合の議長となった。第一次世界大戦中、三度負傷した。1917年末、ボリシェビキ側に就いたボルイン及び、 リトアニア連隊の武装解除を試みた。1917年12月、白軍運動に身を投じ、コルニールフ連隊の中隊長、大隊長、タガンドグ守備隊長を歴任し、第一次、クバ番表情演説に参加した。1918年3月から第一将校、連隊長補佐官、同年7月、第一不評師団第一次予団長。8月、 ノボロシースクくだししごに国会総督に任命される。1919年1月、第一軍団長。1920年4月、ピョートル・ブラーンゲリ将軍のロシア軍の第一軍団長。9月、第一軍司令官。11月、クリミアからトルコ、ガリポリに脱出。1921年からブルガリア。1923年からセルビア。 1924年からフランスに移住。1928年、ブラアンゲリ将軍の死後、ロシア全軍連合の議長を務める。1930年4月26日、パリでライム人民委員部のエージェントにより誘拐。5月3日に、ソ連の帰船、ネフチェシンジカートによりレニングラードまで運ばれ。 大量の麻酔薬を投与され、意識不明のままモスクワで死亡した。ありがとうございます。